デイリー・ウィルヘン主張の山根で、本日は経済評論家の浅香豊さんをお招きしております。うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。浅賀さん、はい、ついに12月になってしまいました。そうだよね。12月になったよね。雪は降るって感じですかね。へぇー。<laughs> <laughs> へぇーとってー言っちゃいましたけど。で雪、はい、これもうシワスのね。うん。もう <laughs> 霜が、そういう感じですね、というような感じで、まあ、ちょっと季節柄を考えて、このネクタイをしてみました。でも、やっぱ雪がね、東京は降らないですよね、なかなか。去年は、まあ、そんなこと言ってた、ら、名古屋はどうなんですか。名古屋もあんま降らないです。降らないです。東京と変わらないぐらいですね。最近、こういう雪がね、降らないのも、温暖化のせいなんじゃないかと。いう話があるとかないとか、そっちですか。 <laughs> <え>いやまあ別に雪がね降らないのは別にいいことだと思うんですけど私はもう鳥取県豪雪地帯に生まれたんで<ー>雪はもう苦労しかないですからね。あということで今回は気候変動のね話をしていきたいと思うんですが。うんうんはい 第27回気候変動枠組み条約締結国会議、うん、いわゆる、うん、COP27 がエジプトで開催されましたここで興味深い動きがあったということなんですがこれはどういうことなんでしょう、うん、これね非常に面白いですよ、うんえー、来年ですね COP28 ていうのが、まあ、こう今年27なんでね、えー、来年28が開かれるんですけれどもこれの開催国となるのが。うん UAE アラブ首長国連邦なんですよね、はい、でこの UAE のムハンマド大統領がですね、うんえー、この二酸化炭素をなくそうみたいなのがこのあれじゃないですか COP のもともと開かれてきた話じゃないですか、はい、これにですねかなり流れに逆行するような感じのことをガンガン言ったんですよ。うん、でムハンマド大統領具体的に何言ったかって言ったらね世界が石油とガスを必要としている限り 役割を果たし続けるという、まあ、こういう発言をしたんですよね。うん、でその上でなんですけれども今回このムハンマド大統領はこのエジプトにですね UAE の,、えー、の大規模な代表団、うん、1,000人以上でもってですね、うん、この COP27 に乗り込んで<ー>途上国には化石燃料が必要だというふうに言って。うんうん その197カ国の代表をですね個別にこう回って説得しまくるなんていうそういうううそことまでででやったわけなんですでこの UAE の動きに呼応するかのようになんですがアフリカ諸国からもですね「我々にはガス開発をする権利がある!」みたいなそういう感じの声まで上がったというのが 今回のコップ27の非常に面白い動きだったと思います。1000人以上ってすごいですね。すごいでしょう。197カ国の代表個別、まあこれね、千丸まあ200でまあこの一人の代表まあ5人で囲むみたいな単純計算ですね。これはなかなかの圧力がかかりますよ。ただまあアフリカとかまあそのサン国とかね、まあその途上国から責めればこれって当たり前のことでですよねこれね。まあそういうことにはないますよね。 でこの今回こういう動きが起こった背景にはどういううい事情があるんでしょうかね一番大きいのはロシアによるこのウクライナへの軍事侵攻というものがあって今世界のエネルギーのサプライチェーンというのがまあ潤滑に回っていないといなとうかまあそういう状態になりますよねでそうなっているがゆえに必要なエネルギーをなかなか入手できないというそういう悩みというのを えー、結構発展途上国っていうのは抱えてたりっていうことがあるわけなんですよ。えー、で、えー、結構ですねあの EU 諸国ドイツであるとかデンマークであるとか、まあ、そういう国々結構えげつなくてですね、うん、で俺たちが買うからすでに契約している発展途上国との契約をキャンセルしろみたいな。うんうん でキャンセル料も払ってやるからそうしろみたいなぐむちゃくちゃなことまでやって、うん、でそれでまあ強引にそのヨーロッパ諸国もエネルギー集めてるみたいな感じのことが、うん、あ,のあったりするわけなんですがまあそんなことをされたら今度は、えー、発展途上国からすればたまったもんじゃないっていうことにもなるじゃないですか。うん、ですからもうとにかく目先のエネルギーがどうしても欲しくてみんなでこう奪い合いをやっているような状況の中でですよね。 そこの中で、ね、化石燃料を、ねえー、使用を削減しましょうとか廃止しましょうみたいな感じのことで、うん、合意をしようということ自体が、まあ、そもそも矛盾ちゃ矛盾なわけで,、うん、でそういうきれい事で話が進まない、えー、その現実にですね今置かれたということではないかと思います。ま、えー、ますますね、うん、UAE の世界が、うんうん 石油やガスを必要としている限り役割を果たし続ける。これまた説得力があるわけですよ。そういうことですよね。実際どうなんでしょうね。このサプライチェーンエネルギーのサプライチェーンがこう乱れてますと、うんうん、この状況をここに対するこう特効薬といいますか、うんうん、一番いい方法としては何が挙げられるのかっていう。これはもうやっぱりあれじゃないですか。アメリカが増産をするっていう。それに限ると思うんですよ。ええ、ねまあアメリカに限らないですけど、まあカナダなんかもそうですけれども、うん、その十分なああそういう えー、資源をを持っっってている国が石油ガスをしっかり掘ってですね、うん、で世界に供給するということをやりさえすれば、うん、このサプライチェーンの乱れっていうのはすぐ止まる話でもあるわけなんですよね。うん、で,、えー、でこのロシアの,このウクライナ侵攻というものをこのなかなかこう認めてはいけないという立場に立つんだったらむしろそういうことをバンバンやってですねロシアなんかに頼らなくてもエネルギーは増せるぞみたいな状態に。 すべきなんであって。だからもうこの脱炭素の話とかまあ当面30年ぐらいちょっと棚上げしませんか？みたいなね、うん、ま、そんなことをまあ言い出すところがあってもいいんじゃないかな。なんてね、うん、え、思ったりします。で、アメリカが実際これ増産するっていうことをえ決断するっていうことになればなんですが。 えー、まあ今最近ねだいぶちょっと石油の値段とかも下がってきましたけれどもこの値段をさらに引き下げるということも、まあ、できるということになるわけで,でそうするとこのロシアの輸出価格っていうものにですねさらにこの打撃を加えることもできるこれがね最も正しいやり方なんじゃないかななんて私は思ってたりはします。えー 結局やっぱりこのシェール革命というのも手伝って、うん、あのトランプ政権下で、ねうん、エネルギー輸出国になったわけじゃないですかせっかくなったのにそれバイデンが、ねうん、その党内左派に引きずられてか海外、うん、のフラッキング禁止しろみたいなお菓子をコロテス的な、ねうんうん、人に引っ張られてこうやってるわけですよ。はい でバイデン氏が朝、ね、霞さんが言うように、うん、ちょっとね、あれはロシアはちょっと優しいぞと、うん、いうところにもつながりますし、うん、あれは COP20 でしたっけどパ,パリ協定から,、ね定からね、トランプ大統領があれ抜けたというのにもこれつながるところでね。 トランプが正しかったじゃとい,いうことが間違いないんじゃないかともう言っていいいかと思いますね<笑><笑>で私もこうパリ協定とか <laughs>、まあ、トランプ氏が否定する以前に <laughs> こんなものはもういずれ相晩破綻するよと思ってきたわけですよ。というかまあ<ー>大抵常識的に考えればそうじゃないですかそんなね。<laughs> そうなんですよね、まあ、EU のね、まあ、ドイツとかがメルケルとかが調子に乗って。<laughs> 気候の危機とか訴えて産業革命前から気温上昇1 5度以内に抑えるためにねこう化石燃料をやめようと言っていたわけですがこれはもう相当軌道修正せざるをえない。 ななてくるんんでですすかねねこ、うん、これれはそうなんですよこれ、ね、今回あんまり大きく報道されてないんですけれども、ええ、実はこの「1 5度上昇に抑える」っていう目標はですね、ええ、今回の COP27 では採用されていないなんですね、ええ、でえ実際日経新聞もですねこの化石燃料の停止減少に向けた目立った合意なしというふうに報じているということになっていて。ええ なんとこの温度上昇目標が消えるということになったらこれはかなり大きいんじゃないのというふうに私は見てるところがありますとはいえ EU のドイツをはじめとするこれまでずっと何年何十年もやってきたわけじゃないですかいわば彼らにとってはもうね功績というかまた成果なわけですよ。それをでも簡単にこう 取り下げることができるのかっていう、撤回できるのかっていう、プライドの問題にも関わってきます、うん。そうなんですよね。プライドの問題もあるんですけれどもね。うん、でもね、今回そのその当初、まあ EU のその先進国の類はですね、1.5、うん、の目標が入らないなら退席するとかって言って、うん、結構脅すような感じのことを。 言ってですね特にこの石炭の、うんえー、使用禁止、うん、削減これにものすごく強い、えー、こだわりを見せたんですけれども、うん、結局、うん、でそう言いながらお前ら石炭確保するために必死に今動いとるやんかと天然ガスがないからといって途上国が買う予定になってたやつを キャンセルさせることまでしながら自分たちで買い集めとるやないかと、うんね、それは一体どういうことなんだというふうに言われた時に、うんえー、そんなきれい事言ってられるかって、えー、言われたらですね確かに彼らからしても今すねに傷があるので、うん、それ以上強く主張できないというところに、うんえー、あるわけなんですよね。えー でえー、なので、まあ、そういうところにあってですね結局今回これの主張の取り下げに同意せざるを得ないところに実は追い込まれているっていうのも面白いかなと思うわけですよね。ただこのい 1 5度目標っていうのがこの COP の全てというかね逆にそれなかったら COP 何の意味があるのって思うんですけどそうですよね。でそういう感じなんですがちょっとねそれは何かといったらまあその温暖化の原因を作ってきたのは、うん今,まあ、今まで二酸化炭素をバンバン放出してきてきたその先進国のせいなんだと。うん、だからその先進国国がです、ね、この途上国に対して して損害賠償をやったりとかですね、うんえー、防災対策なんかをこう支援すべきだっていうこういう主張というのを、まあ、今回強く出してきてでこれに対して。 まあ先進国側がですねまあ飲み込まざるを得ないところにちょっとね追い込まれたっていうところがあったりするわけなんですよね、うん。でこれはまあ先進国に負担が加わるっていう観点で見ればですがまあ我が日本も含めてですけれどもある意味マイナスのようにも見えるんですがしかしながら実は気温上昇は今後も 受け入れざるを得ないかももしれないいよね二酸化炭素を出すっていうのも仕方がないかもしれないよね、うん、だったらそれをそのまま認めた上で、うん、えで、ー、それに対する補償を途上国にやらせればいいだけじゃないのと、うん、気温上昇を止めましょうとか、うん、二酸化炭素の排出を完全になくしましょうとかそういう方向性は違うんじゃないっていう そんなな感じになってきたわけなんですよでその発展途上国からすればなんですがいまだにその国内においてその貧困の問題が広がっているこれをなんとか解決したいとかっていうことの現実的な要求が非常に高いわけなんでそんなね EU 諸国の言ってるようなその美しい理想みたいな夢物語にですねもう付き合ってられねえよっていうのが、まあ、出てきてそして今このエネルギー危機みたいな状況の中で。 えー、その EU 諸国もその寝ぼけた夢物語ばっかり語ってるわけにいかないところに追い込まれていたがために、うん、まあその本音部分がかなり、えー、表に出るような感じでですね、うんえー、動いてきたこれ新しい方向性として面白いんじゃないのなんていうふうにね今私見てるところがあるんですよ。 それでもね、私はコップ、うん、そもそも何の存在意義があるんだろうってそんなことを別にねわざ <laughs> 話し合わなくても分かるよっていうそうういことですよね、思うわけですけどううまあ今までのね、意味不明な、うん、<laughs> そのね、CO2 ゼロとかねあああまあ日本菅さんが言っちゃいましたけどカ<あ>ーボンニュートラルとか言っちゃいましたけどあ,、はいはい、あだからね、うん あの時まで待てばよかったんです。日本も。そういうことなんですけどね。いや、まあ、なかなか難しかったんだろうなあと思いますけどね。国際的な圧力っていうのは。まあ、でも、あれも、まあ、日本は律儀に守る国ですけれども。他の欧米とだったら、あれ、無視しますよね。トランプ大統領とかね。ひっくり返すでしょうし。そう、そう、そう、そう。その。他の国もな、無理ってもう分かってるんで。まあ、どうせひっくり返すけど、でも、日本だけ律儀に守って、それで、なんかね、経済にダメージあったら、嫌だなとは思うわけですけれども。まあ、今回は、まあ、まだ。 共な方向に一歩進んだううん一歩進んだということだから参加してもいいのかなって感じですね。ううですね。はいで、えーね。まあ、まあ今山根さんがおっしゃったように排出量ゼロなんて本当に絵空事に過ぎないわけじゃないですか。うん、で、まあ私実現できると全く思ってないんですけれども、うん、まあそれ実現するにしてもなんですが、うん、IEA 国際エネルギー機関の推計ではですね、えー、その一年間に えー、4兆ドル、まあ、日本円で言えば500兆円超えるこれだけのコストが、えー、その排出ゼロに対してはかかるんだというこういう話もしてたりするわけなんですよね。うん、でそこまでのなんていうのかな巨大な支出みたいな損害みたいなものを出しながらそんなことをやるよりもですよね、えー、その経済効率性を最優先して、えー、その高い経済成長ところに実現してですね、うん で高い経済成長を実現すればそこからあいろんな対策費用とかっていうのを捻出するっていうのはむしろこう簡単になっていくっていうことがあるわけじゃないですかだからみんながその高い経済成長をしてハッピーな暮らしができるっていうことを基本目指して、うん、まあそれでもって例えば海水面が上がりますどうしますかみたいな話になったらあじゃあ堤防をちゃんと作りましょうねみたいな、まあ、そういう感じでやった方が まあよっっぽど効果的なななんんじゃいいのっていうことが起きるわけなんですよねで、えー、そういう理解にですね今回ようやく一歩近づいたまだそこに完全に踏み込んだっていうことにはならないんですがそこに一歩近づいたっていうところにおいては今回非常に大きな前進になったんじゃないかななんていうふうにね、はいえー、評価しているところがあります。 そそもも経済成長を実現でこのね先進国の体力を奪って国力を奪ってっていうねそういう共産主義の変化型みたいな側面もあるじゃないですかもちろん、こういうエコファシズムと最近は呼ばれてるみたいですけれどもね。 やっぱそういう共産主義者である朝霞さんは、ちょっと待って、共産党審判だった朝霞さんは、まあ昔昔昔の共産主義者だったのは共産ねやっぱりかつての仲間が結構こういう環境活動とかに打ち込んだりしてます。当然当然してますよ。まあそういう人たちばっかりですからね。まあそういう感じですよね。で。 それで、まあ、結果的に今どうなってるかっつった時に結局、はい、太陽光だ風力だって言った時に、うん、太陽光はどこから買ってくるの、うん、中国です。ええ、風力発電どっから買ってくるの、うん、中国ですと、うんうん、いうことで中国企業をボロ儲けさせるっていうことを、うん ババンバンやっていいるというこのねまか不思議なというか、まあ、不思議でもないですけれども結局そういう路線に乗せられて中国だけがこう利益を得られるようなそういう構図というのを作り上げられて今そこに踊らされてるんじゃないのっていうのにこれね本当にね多くの人に気づいてもらいたいなーなんてね。 思ったりしますよね。まあそもそもここに中国が出てこないじゃないですか。一言も出てこなかったじゃないですか。まあその時点でね、中国はまあその規制とかなんかいい時だけ、都合のいい時だけ先進国と途上国をこう使い分ける。使い分ますね。だからね、私は結局中国だと思ってますよ。本当に本当に本当に。だから二酸化炭素の排出でも中国が世界ナンバーワンなわけだから、ね、その費用負担も中国に。 最も払わせるっていうそういうやり方をしないと、うん、これはフェアではないよねっていう、うん、まあそういう視点もね、えー、持ってもらいたいななんてね思ったりはしますよね。うんえー、ということで失礼しました。もっと 共産主義者、あ、そうですね。共産主義者、まあ、そこは、まあ、間違いないですよね。はい。このね、リベラルの正体、の中に、まあ、そういうね、そうです。左翼のね、思想的なね、こういろいろ、こう、源流をたどるみたいな話もね。そうですね。出てますし。そうです。今回のその環境系の、え話、この背後に、マルクス主義が絡んでるっていうこともですね。あの、書いてありますので、ぜひ皆さん、お読みください。 最近あの <laughs> グレタ・トゥンベリさんの名前はそんなに聞かないんですけどあの子を、うん、浅香さんリベラルの正体的に分析するとどうですかね、うん、印象としては。いやもう結局資本主義制度という,もう最近あれなんですよ結構さらに過激になって、うん、資本主義制度をやめないとこの環境問題は解決しないみたいな感じのことまで、うん、最近言い出しましたからね。うん ついに本性発揮ですかみたいな、うん、まあそんな感じですよね、えー。でもまああれは後ろでまあ大人たちが、うんうんうん、<laughs> 操っているっていうね逆 <laughs> 待説もありますけどね、まあ、まあそうなんですかさすがにそう、うん、自分の意思でそんな。いやでもなんか親が2人ともあの共産主義者だって話もあるんで。えー もう親の影響をもろに受けてるんじゃないですか。まあ、ちょっとかわいそうな面もありますけどね。まあ、でも、しょうがない。まあ、ね、私があの、だから、民生とか共産党にいた時も。うん、あの、親が共産党員とかって、やっぱり。うん、めちゃめちゃ多かったですからね。うん、というより、まあ、そうじゃないと、あんまりなかなか入んないっていう。うん、そういう,う、状態になってたっていうこともありますけどね。うん、うん。まあ、そういう、のが。 現実ななんじゃないですか、うん、でもまあ浅賀さんがねうん、うん、転校できたようにグレタさんもね、うん、将来転校してもらいたいっすよす本当に <laughs> 真実を知れば転校しますよってね、うん、言いたいんだけれどもあそこまで行っちゃうとまあ無理なのかな。でも突き詰めて、うん、でもう真実を知っちゃって。うんうん これはやばいって思って逃げ出した人が一番こうやっぱりこう敵を知ってね心強いんでいずれグレタさんもう論論客客にななるなるかよ <laughs> 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 まあでもね説得してみたい気分はありますよ、まあ、説得無理だろうなと思いながらもねはい私も本当にあれですよあの,ー、その昔の,その共産党の仲間とかとまあ会う機会ないですけど、えー まあ、会う機会があったらあの面と向かって説得はしたいなんて気持ちはね今でも持ってますからね、うん、あのそういう幻想は持つなっていう人もまあ多いと思うんですけど、まあ、やれるもんだったらなんとか頑張って無駄な努力だと思ってもやりたいと思ってますね。うん、ぜひグレタさんをこちらからに <laughs>、うん、保,守保守系論客に <laughs> 引き込んむというかそれとも浅香さんの使命です。りということでありがとうございました。